エール・フランソワ・フェルフルストは、ベルギー・ブリュッセル出身の数学者。ロジスティック方程式、ロジスティック曲線の最初の発表者として知られる。名前の日本語表記としては、フェルフルストのほか、ベルハルストや、フェアフルストとも表記される。1804年10月28日に、当時フランス第一帝政下にあったブリュッセルで、生まれる。1834年から、 軍学校で微積文学の教師に任命される。1825年に、ゲント大学で、整数論の研究で博士号を取得した。1835年に、ブリュッセル自由大学で、数学教授に就く。しかし、軍学校で教えるものは、他の教育機関で教えることができなかったため、ブリュッセル自由大学での職は後に辞職することになる。1840年に結婚し、 娘を一人受けた。1849年、ブルッセルにて病気により亡くなった。死因の明確な記録は残されていないが、結核によるものと考えられている。フェルフルストの研究としては、人口論におけるロジスティック方程式、ロジスティック曲線が最も知られている。1838年に、人口予測に関する論文ノーティス。 チュールラロイクラポピュレーションスーツダンサンアクロスメントを発表した。この論文の中で、現在では、ロジスティック方程式と呼ばれる人口増減の予測式を提案した。この人口予測式は、フェルフルストの存命中に反響を得ることはなかった。あとの1920年、アメリカのレイモンド・パールとローウェル・ジェイ・リードの研究によって、ロジスティック方程式が再発見されることになる。 近代統計学の父と呼ばれるアドルフ・ケトレイに数学を教わったことがあり、その後は友人でもあり、助言者でもある関係となった。ロジスティック方程式の研究も、ケトレイが原型となるアイデアを持っており、それのさらなる研究をケトレイがフェルフルストに進めたことから始まっている。ABCDEFGHIJKLMN オコーナーロバートソン 2014ABCD 人口研究会 2010P323 世界大百科事典フェルフルスト PF とはコトバンク朝日新聞社ボヤージュグループ2015年12月17日閲覧 AB 山口 1992P56ABC 山口1992 P57 人工研究会2010 P307 瀬野博美数理生物学個体群動体の数理モデリング入門協立出版2007年初版20ページ ISBN 978 4から32005 65 6565ありがとうございます